はい、こんにちは、クーです。今日は2021年6月7日、今日の夜8時から僕はクーの天才学校というのを YouTube でライブ配信していきます。隣にいることにも一緒にやっていきます。でこの天才学校というのは、もともとはリアルな学校をいつか作りたいと思っていて、それは一人一人の子どもたちが自由に本当にその子がやりたいことを追求できる学校、そういうのを作りたいと思ってたんですね。で早ければ2023年と思ってたんですけども、コロナ禍でいろんなことがねオンラインになったということで、この天才学校もオンラインでできるなということで、まずはグループのね講座的なオンライン天才学校を考えて告知し始めました。それから、それはマンツーマンでもね OK なんですけども、小中学生、高校生、大学生を対象に始めました。そしてそういう継続的なね講座的なオンライン天才学校ではなくて、もう単発でね、なんかお悩みがあるとか、それはさっき言ったような小中高校生、大学生でもいいですし、お子さんの悩みを持つお父さんお母さんでも大丈夫です。そういった有料のメニューの他に、毎週月水金でねこの YouTube ライブで空の天才学校というのをやっていきます。さっきも言ったように、やっぱりもう子どもたちも進化していて、本当に自分がやりたいこと、それから今は自分はこれはやらなくていいとかね、そういうことが分かってる子どもたちがとても増えてます。なのでその部分をもう心置きなく追求できて、そしてそれをサポートしてあげられるような、そんな天才学校というのをいつかはリアルで、そしてグループマンツーマンのズームで、さらに今日からオンライン YouTube ライブでね始めていきたいと思っています。やっぱり僕が感じるのは、大人たち、お父さんお母さん、学校の先生とかもですね、こんな風に子供を育てたいとかね、こんな風に導いてあげたいとか、そういうことがあると思うんですけども、その意に反してというか、意に違ったことをね子供たちが求めている場合もあると思うんですよね。そしてそれは一人一人、クラスに30人いるとしたら全く違う、そういうことが普通にあると思うので、そういうことになんとか対処してというかね、サポートしていってあげたいということを考えています。なのでリアルな学校ができた時には一体どんなことができるかなというのは、ちょっとねまだ見えてない部分もあるんですけど、それもねオンラインとかリアルな学校であっても使いながらやっていこうと思っています。さあ今日から始まる空の天才学校、ゲストでね大人の方にも参加してもらいますし、小学生、中学生、高校生、大学生の皆さんにも参加してもらいたいと思っています。そして子どもたちが自由に生きられる場所、自由に生きられる学校、そういったものを作っていきたいと思っています。僕が天才学校と名付けたのは、誰もが何かの天才だというね、僕の信念というか、僕が信じていること、いやこれは信じているというよりもね本当にそうだと思うんですけども、僕の考えではなくて、そういった一人一人の可能性を開いていけるような場所、それから配信、ズームのね講座などをやっていこうと思っています。ぜひピンときた方、それから、ね、大人の方でも、もう自分の、ね、子供たちに見せてあげようかなとかね、あの子に紹介してみようかなとか、そういうことを感じたらぜひシェアしてほしいと思います。はい、クーでした。よろしくお願いします。それではアシスタントのコトリン。はい、アシスタントのコトネと言います。
今お腹鳴ったよね。今お腹鳴っちゃった。すごいタイミング。それ腹ゲー、腹ゲーですか。これ聞こえたかな。多分入ってるよね。聞こえてる、入ってるかな。ちょっとね、やられたって、ね、やられたなっていう、こう隠し玉出されたなというね。そこでこう来るかと、ちょっとね。はい、はい。私はあのアシスタントということで、そうですね、まあ、こういう腹芸を披露しつつ、新しくなんか出会うか、人たちと、なんかちっちゃい子でも、なんかすごくなんか自分のもうそのままのなんか好きなこととかやりたいこととかをもうやり始めてて、それに従って生きてて、なんかそういう子供たちと接する機会があって、すごくなんかワクワクしたりしてしたこととか、あと、まあ、いろいろこう悩みながらも自分の道をこう突き進むことを決めたり、気持ちに正直にいくことを決めたり、なんかそういうなんか力強い姿を見せてもらったり、そういうことがあったりして、なんかまたこういうネクの天才学校を通してまた出会える人たちの、とのいろんな時間を楽しみにしています。今またちょっとかすかに、今かすかにお腹が鳴ったかな。最初と最後に最初と最後に。はい、これからどうぞよろしくお願いします。はい、僕もねちょっと付け加えたいんだけど、うん、思い出したのは、そもそも天才学校っていうのを思いついたのは、うん、やりたいなと思ったのはね、僕の息子が今18歳なんだけど、彼が小学生の頃に、まあ、友達とかね、僕の友達の子供であったりもするし、僕の息子の友達であったりもしたんだけど、学校にあまり行ってない子供たちがいて、でその子たちが全国的に見たらそういう子ばっかりじゃないかもしれないけど、すごくねバイタリティがあって好きなことが分かってて、それを毎日やってるっていうね。でその子たちを見て、本当にこの子たちは大人になったらどうなるんだろうかというようなね、そういう心配は全く感じなかったんですよね。あ、この子たちは大丈夫だ。でも、まあ、学校に行けないとかね、休みがちとか行かない選択をしているということで、そういう子たちの場所もあったらいいし、さらにその好きなのをね伸ばしてあげられたらいいなと思ってたんですよね。ということで、うん、何か新しい教育が必要だなと思って、天才学校というのは温めてきて、ようやく今日ねオンラインでスタートをするということです。それから僕の息子もちょっとね、おいおい紹介していきたいと思ってるんだけど、今通信の高校に行っていて、で僕が彼に伝えてきたことは、まあ、本当に、ね、好きなことをやらなくちゃダメだよとかね、そういうことを伝えてきたので、今ね 400cc のバイクで日本縦断してるんですね。でとても生活を、人生を楽しんでいて、まあ、そんなね姿もちょっと紹介したいなと思っています、ね、何か僕のこっち側からゴロ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 聞こえてくるんだけど。ね、聞こえてくる。もうなんか美味しいとこ全部持ってかれた感があるんだけど、ね、僕も楽しみながらこの空の天才学校、それから Zoom のねグループの講座としてのオンライン天才学校、お悩みがある方、それからアドバイス欲しい方のねスピリットカウンセリング、その子のね魂に沿ったアドバイスをする、そして一緒に道を見つけてあげるということをどのメニューでもやっていきたいと思います。はい、そして
ね、もう始まったばかりだからいろんなことが僕の頭の中にあって、しかも決まってないことも多いけど、いつかねリアルで子供キャンプとかね、そういうのもやりたいなと思っています。ぜひどこかでお会いしましょう。それではいいですか、こんな感じでね、うん、はい、はい、それではぜひチャンネル登録もお願いします。はい、一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。